速稼塾の久保でございます。今日はねバリ島で買ってきたこのタンクトップを着てみたんですけども、なんとなく肩が出るの恥ずかしいですね。はい、速稼塾の久保でございます。改めまして、昨日までバリ島におりましたんでちょっと放送が安定しなかったんですけども、今日からまたね通常営業というか通常放送になります。改めてよろしくお願いします。さあ、しばらくバリ島に行ってる間にね、いろんな事件が起きましたね。一つはですね、今日チャートを見て気がついた FX なんですけども、なんかすごい暴落起きてますね。これなんか事件があったんですかね。こういう風な暴落の後ってのは必ずですね、また利益を取るチャンスが出てきます。まあ、というところなんで、今日はしっかりと FX の方を1時間ごとに注目していこうかなというところでございます。まあ、15分足もしっかりと見ていってですね、まあ、動きの予兆を知るということですか、そういうのが大事になってきますので、ちょっと追加放送細かくなると思います。はい、次のテーマなんですけども、例のやつですよね。例のやつに関しまして、30日に入金があるよというお約束だったんですけども、30日もほとんどの方があったんですよ。ほとんどの方があったんですけども、一部ね、私の知る限りで10人未満の方でご連絡いただいているのは、ちょっと入金がないよと、あ、これおかしいなと、問い合わせてみましょうかってことだったんですよね。でも翌日問い合わせようと思ったら、あ、31日になって入金がありましたっていう連絡があって、まあ、あの事なきを得たと言いますかね。あ、まあ、でもそれも数人の方がまだ、8月1日になっても入金が あるんだけども一部しかないよってことでしたね。うん、ここで、ちょっとね振り返っていただきたいのは、入金がね4回に分かれたってこともあるってことなんですよね。30に振り込まれて、あとは8月の6日でしたっけね、4回に大きな金額の方は4回に分かれて、それぞれ金額いくらか分かりませんけどね、振り込まれるってことがありますよね。で、今8月2日なんですけども、この時点でねまだ入金がないんだって方は、私の方にもご連絡いただければ、私の方からもね、催促といいますか、不安な声が上がってるよと、ちょっとお願いしますよということでつっついてみますので、改めてこの時点でね、この放送を見てまだ入金がない方はご連絡いただきたいと思います。おそらくねもういないんではないかなと思うんですけども、もしかしたら1人か2人ぐらいいるかもしれないですね。まあ、私が直接、コンタクトを取っている例のやつの参加者さん1000人ちょっとになりますけども、この方の中の数人かな、本当に5人に満たない人数かと思いますけども、それでもねご不安があるようでしたら、私もどんどん解決していきたいと思いますので、ご連絡いただければと思います。はい、次のテーマなんですけども、次のテーマはなんだ、はい、じゃあ速稼塾ニュースになってきますね。速稼塾のニュースをお届けしようかと思います。で、皆さんの周りにもいじめという問題があると思うんですよ。例えば親が、私も親になるわけですけども、親から見た我が子のいじめ、これどういうふうに考えていくかってことなんですよね。うちの子がいじめられてひどい目にあったって、確かにそれはね痛ましいことだなと思いますけども、やっぱりね親としてできる対処が、私は2つと少なくとも2つあると思うんですよ。1つは自分の我が子がねいじめにあってるなと思ったら、今いる環境に無理やり突っ込み続けさせるんじゃなくて、どんどん変わっていくようなね、そんな親でいたいなと思うんですよ。例えばね、この今通わしてる学校でいじめがあったなと分かったら即転校ですね、私の場合は。まあ、もちろん子供とも相談しますけども、解決していくつもりがあるのか、それともダメなのかとかね。それはね、世界広いんで、別にそこの1個の学校に縛られる必要はないんですよ。どこに行ったっていうわけですから。で、私はもう、この日本っていう国ですら超えて、学業する場っていうのは選んでもいいかなと思いますし、まあ、究極はですね、親が一番の先生になって、自分で教えてあげればいいような気もするんですよね。もちろんまだまだ、親としての立場がわからない、私の視点なんでね、何とも言えないところもあると思いますけどね。で、二つ目なんですけども、二つ目はですね、いじめに遭う可能性があるのは、もうね、1歳とか2歳になったら分かりきってるんですよ。学校とか集団生活に入れば、何がしかの弾かれ者ってできちゃうんですよね。その時に、弾かれた時にいじめられる方なのか、それとも尊重される方なのかってこともありますんで、私が考えてるのは一つです。いじめられた時にどういうふうに対処すればいいのかってことをしっかりと組織に関わる前、社会に関わる前に親が子供に教えていけるかってことなんですよね。それが教えられなかったら子供は非常にかわいそうなことになってしまいますけども、あ、これいじめじゃないかな、もしかしたら俺いじめられてるのかなっていうふうに子供が思った時に対処する方法をたくさんね授けていれば、いじめ続けられることはないと思うんですよね。そういう簡単なものではないよっていうような声もねあるのは当然分かってますけども、少なくともいじめにあったら何をするべきかっていうふうな、そういうふうなね、武器というか解決方法を親が子供にいくつも出していけるかなっていうことも非常に重要だと思うんですよ。で、社会に出たらもう逃げられないいじめっていうのがありますからね。国家から個人に対するいじめとか、地域社会にから受ける個人への、いじめとかね、それから実力に対するいじめっていうのもありますよね。一生懸命頑張って働いても全然お金が得られないっていうのは制度的ないじめですよね。そういうのもね山ほどあるわけですよ。
その一つ一つしょげていってもしょうがないんで、自分の人生がね非常にスポイルされてしまうんで、じゃあどうするっていうものをいつもいつも考えて、親が子供にじゃあどうするっていうものをたくさんたくさんね、懐刀として与えていくのはどうかなと思うんですけどね。皆さんもね、この意に関して親としての意見があったらちょっとお聞かせ願いたいなと。私の心配事ってのは、我が子がいじめられるというよりも我が子がいじめっ子にならないかなっていう方なんですよ、私はね。どちらかというと私はこうそういうふうなことが多いのかなと思いますんでね、私に対してね、いじめられたって感じてる方も、まあ、もしかしたら多いかもしれませんのでこんな性格ですからね、すいません、そんな形でね、私の場合は我が子がいじめられる被害者になるというよりも加害者になった時の申し訳なさの方が先に立つので、その皆さんいかがお感じでしょうか。それでは本日の放送は以上です。またね、追加放送しようかと思います。他にもね、速稼塾のね、FX の方行きましょうか。 FX はね、速稼塾プレミアムセカンドがこの夏から始まります。セカンドですよ、速稼塾プレミアムセカンドというふうな大きな括りで第2章が始まります。今までもプレミアムっていうのずっとやってきたんですけども、はっきり言ってね、熱が冷めてる人がいると思うんですよ。プレミアムで始めたのに本当に1日も欠かさずぐるっと1年はやってくださいよってこともね、申し上げてきたり、私もね行動して見せてきたつもりなんですけども、結局ね稼げないのに辞めちゃうっていうのはどういうことなんやと思うんですよね。 FX 身についてないのに辞めちゃうってどういうことなんだと。辞めたら、休んだら身につかないですよ、それは。だからどんなことがあっても、どんなね難しさがあっても困難があってもやり続けるから力ってつくんですよ。ここはね本当に凡事徹底をね尽くして全てのジャンルで、力をつけてきた私だから言えるかもしれませんけど、本当にそう思います。ぜひね FX これからも続けていただきたいですし、どうしても気合が入らないということでしたら、この速稼塾プレミアムセカンド、こちらの方にご注目をいただけたらと思います。もうすぐ発表になります。8月25日エビナでですね、第1回目じゃないや8月25日エビナで、ね、FX の勉強会やりますからね。これかなり力がつく勉強会にしようかと思います。私も私なりの、もうね講師まではしないんですけど、私なりのまあ、なんですか、お伝えすることがありますんで、聞いていただければと思います。8月25日エビナでお会いしましょう。エビナですよ。8月25日一日中使いますからね、これはね。何回も言いますけども、エビナ8月25日かなり気合い入れてやりますんでね、よろしくお願いします。私もね8月25日生涯最大の力をつけた FX のパワーをお見せしますんで、では失礼します。